阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷駅に着きました。ちょっと今日はライブイベントに参加するので、ちょっと撮ってみたいと思います。いや、久しぶりに阿佐ヶ谷来ました。パールセンターをずっと行ったところに、南阿佐ヶ谷のオンザルーフプラスっていうところで今日ライブをさせていただくので、今日ね2時からなんでリハが早いんですよね。わかるかな、パールセンター久しぶり。じゃあちょっと歩いて8分ぐらいなんで向かいます。いや、なんか商店街って楽しいよね。私はさっきからコーヒーを買いたくて、まあ、ちょっと時間ないんでコンビニでいいんだけど、どっかコンビニないかな。あ、そういえばこれわかるかな、インナーカラー入れてみたんですよ。なんと青、すごい、わかるかなまあなんか結んだらねちょっとわかりにくいかもしれないんだけどね、すごい派手な色入れてみたかったんですよ、満月のね夜10月2日にね入れました。結構気に入ってます。あ、ドトールがある。あ、カルディ、カルディ好きなんだよね。帰り寄ろうかな。ありました、あったあった、オンザルーフって書いた、ここです。お、地下1階なんだね。あ、地下1階、ほいほいほい。じゃあとりあえず朝早い。わ、ビジュアル系バンドみたいじゃない。いや、すごいね、ビジュアル系じゃないんだけどね。うん、まあね、私のイメージね、あんまりアホじゃないんだけど、ちょっと生まれ変わりました。ということでちょっとリハ行ってきます。サポートギターの千田くんです。おはようございます。これ動画撮ってる、多分 YouTube でやるかも、流すかもまず最初にその何を設定するかをちょっと一回確認しなきゃいけない。譜面台1台もあらかじめ最初に使ったのを後ろに置いてあるので、これをじゃあ使ってって感じにしますか。自分で高さとかできる、ささっと。はい。あと椅子か。椅子は。あ、ごめん、あ、あやさんも椅子だっけ。そう。ね、もうね、いや、もう一台出す、もう一台出す。まあね。丸椅子でいいよね。ちょっと小麦もらっていいですか。はい、じゃあ出吐き後もう一回確認するんで、ちょっと自由にじゃあ使ってください。はい、あ、はは、はは、い、じゃあお願いします。いつも笑ってるあの子に憧れた、素直に甘えることができなかった。絶対15分押さない方がいいですね。一人ごと、あ、歌わし、タイトル言ったら止まります。
歌は先ね。あなたの花のぬくもりだけ忘れたいのに、愛するために生まれたの、傷つくために生まれたの、失うだけの恋ならばもうしたくはない。憧れた。OK ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ
間のコメントも自分に自分でねやってください。はい、間のコメントを、ね、はい、はい、そうします。はい、じゃあ終わりました。終わりました。はい、終わりました。でお辞儀して、あの履けるのは持っていくのはあと休憩中なので、あ、そう、こちらでやります。はい、ありがとうございました。バチ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 っていう感じで、そうですね、譜面台だ、譜面じゃない、譜面だけ持っていけば大丈夫ですね。はい、はい、ということでここで休憩に入りますっていう流れになりますね。はい、じゃあそういう感じでお願いします。よろしくお願いします。